はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。1日1冊読書家のマルスです。でこのチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容をご紹介しています。でこれまでに450冊以上の本を読んで、ご紹介してきましたけれども、そのジャンルとか内容についてはですね、チャンネルページに再生リストが作ってありますので、よろしければそちらからご覧ください。またこの動画の説明欄にもリンクが貼ってあります。で今日ご紹介する本は、人事のプロは知っている、組織を伸ばす人潰す人というタイトルの本になります。で、内容としてはですね、その会社において、伸ばす人潰す人という観点というよりは、やっていいことと悪いことっていうのが、一般的な、内容として、羅列されているというような内容だったかなというふうに思います。でもう少しその人とかですね、人事とか組織という部分に着目された本かなと思ったんですけれども、どちらかというと、一般的にビジネスマンが心得ておくべき、ポイントみたいなものを書いている本というふうに、認識しました。で1章が仕事にタフになるためのヒント、2章が組織人事マネジメントにタフになるためのヒント、3章が、人事にタフになるためのヒントということで、200ページぐらいの内容が書いてあります。でちょっと最初に言いましたけれども比較的ですね、サラリーマン、会社員にとって、一般的な内容が書いてありましたので、自分の中ではこれは面白いなというところは、数点でした。で、その内容について、今日は1点ですね、ご紹介をしていきたいというふうに思います。で、1点だけなんですけども、腑に落ちない要求にタフになる方法にはというところから、少しお話をしたいと思います。で、世の中にはですね、めげることと同様に腑に落ちないことがたくさんありますと、この対応についてのヒントですというふうに書かれているんですけれども、まずはそのこの腑に落ちない要求の背後に何があるか、これを考えることが重要ですというふうに書いてあります。中にはあなたの足を引っ張ろうとしたり、腑に落ちない要求にあなたが腹を立てて失言失策することを誘っているとも考えられますと。で、もちろんこういった腹黒い仕掛けに乗るのは得策ではないし、単に悪い人が自分の私利私欲のために腑に落ちない要求をしてきているということもありますということでですね、対処の仕方が2つありますということが書いてあります。で、1つ目、まずその要求を受けることが直ちに組織的に大きな問題を引き起こすことが明らかだと信じている場合には政治的に対応しますと。つまり腑に落ちない要求をしている人の顔を立てつつ、実際にはこの要求を骨抜きにするのですと。で、改革派政治家の要求を官僚が見事に骨抜きにするテクニックの拝借ですというふうに書いてありますけれども、方針としては受け入れるんだけれども、細かいところで制限をつけて現実的には受け入れたことにならないようにするというような技ですと。で、しかもその時に腑に落ちない要求をしてきた人も巻き込んでしまいますと。で、そうすると腑に落ちない要求をしてきた人も身動きが取れなくなりますと。で、これは姑息なやり方のように見えるけれども、正面切って正論で戦ったとしても勝ち目がないか、後味の悪い勝ち方になって禍根を残しますと。で、リーダーはその状況は避けなければなりませんというふうに書いてあります。で、2点目がですね、もしその要求、腑に落ちない要求っていうのが組織に直ちにダメージを与えない場合には、ここは甘んじて受け入れ、次のチャンスを待つということにすべきだというふうに書いてあります。で、これはなぜかというと、1回や2回腑に落ちない要求を受けたからといってもですね、そのあなたの評価や信念がおかしなことになるわけではありませんと。で、周囲も分かってくれます。時間をかけましょう。情勢をよく見て、ここぞという時に腑に落ちない要求をひっくり返せばいいのですと。で、そのためには自分自身の信念を忘れてはいけませんというふうに書かれています。だから前者の対処法っていうのが非常に私にとっては新鮮だったんですけども、どちらかというとですね、私の頭の中にはその要求を跳ねのけるっていうアイディアか、もしくは受け入れる、甘んじて受け入れるっていう、この2択しかなかったんですけども、今ご紹介した前者の対応っていうのはその中間にあたると思うんですけども、政治的に対応する、受け入れたように見せるけれども、で相手の顔は立てるけれども、実際には受け入れないと、この辺は今口にして思いましたけれども、やっぱり対処法として一つ身につけておくとですね、大人というか、やはり会社とか社会に出てくとですね、無駄な戦いとか、利害関係者が複雑に絡みすぎてもうよくわからない戦いっていうのはあると思うんですよね。そういった時に何か自分を助ける有効な手だったとして使えるんじゃないかなということを感じました。
はい、今日は以上になります。よろしければチャンネル登録およびグッドボタンの方ぜひよろしくお願いします。まあ、活動の励みになります。でまたコメントとかですね、疑問とか要求とか何かあればですね、コメント欄にぜひ気軽に書き込んでいただければと思いますのでよろしくお願いします。で今日は以上になります。失礼します。